どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。今回は謎解きをしていきたいわけですが、お、あれは、マリオくん、あれを見た目、地面が光っているぞ。もしかしたら何かいいものが埋まっているかもしれない。私はこのスコップで地面を掘ることができるのだ。掘りたいところで、下を押してみてくれため。おう。はい。それ。うわー、めっちゃコイン。ほらな、お宝を掘り当てたぞ。このように、砂や土など柔らかい地面なら、下で掘ることができると。光ってなくても怪しいと思うところあれば、いつでも下を押してくれたまえ。はーい。専用の道具なんだね。ほっ。わあ、いっぱいお金が手に入るね。そしたら何かと謎解きをしないといけないわけだ。これをキノピオ先生と一緒にいるぞ。あ。超無表情。やっぱ先生はノリが悪いのか。お年寄りも若返ってしまうようなノリのいい歌だな。あ、ちゃんと聴いててくれたのね。しかし、オリビア君、その歌も悪くないが、これではただのカラオケだ。これに似たようホテルの壁画に見た気がするぞ。すら見てみてはどうだ。じゃあ、川の流れのごとく。うん、人生とは何か考えさせる深いいい歌だな。そんな深かった。しかしオリビア君、その頭からただのカラオケではない。そうだね。んじゃあ他行きますか。なここはなんかはめるんだと思うんだけど、そのはめるやつをさ、もらってないからね。私の足元に瞳は眠る。マリオ君、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。はいはい。ほい。私の足元に瞳は眠る。はあ。ということは、お、引いたね。こういうことか。わあ、変わった石が出てきました。何これ。うむ、これは相当古いものだな。古代の秘宝かもしれんぞ。はい、ひし形の宝石ゲット。てか、どこでも掘れるのはありがたい。まあ、カス当たりもあるわけだね。さあ、では瞳をはめちゃいましょう。あら、よっと。わあ、ぴったりはまりました。かわいい。お、あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。何これ、きれい。確かにきれいだね。いや、仕掛けが動いたね。お？おー。目からビーム。おー。あ、動いてね。
突然揺れて転んじゃった。一体何が起きたの？じゃあこれ全部4つ集めてっていう感じか。あー、これはなかなかの大変さだね。あら、のっぽさん、さっきと違う方を向いてるような。何かよっぽど見たいものがあるのかしら。確かに見たいだろうね。じゃあ全てののっぽさんを目を向けよう。さっきは足元でかなり簡単だったけど、こっからだろうね、難しくなるのはね。さあ、読む。ハリオウマと双子の足元に瞳は眠る。ああ、あそこか。これだね。先生、お願いします。さあ、三角ゲット。さ、三角様ゲットで貼ってみよう。まあでも、ただ心配事はあるんだけどね。ほい、はめ込む。でも何も起きない。壺の中にお水が入ってますわね。あら、このお水黒いでさ。黒いお水なんて不思議。ツーン。この黒お水、ツーンとした変な匂いがします。いやー、これはね、多分もうちょい行ってからかもしれないね。まあ、見つけれるものは見つけて、一つずつ処理していこうかね。まあ、とりあえず戻って、これはこうじゃないとか、多分優先度はあるんだろうけど。さあ、掘って。ちょっと様子見ましょう。先生、これが私たちの追ってる黄色の紙テープです。砂に埋まっちゃってどうにもできないの。なるほど、では古代文字を調べてみるとするか。闇の訪れとともに木のピチュ、ここに眠る。マチュピチュかな。砂の盛り方じゃなかったんだ。木のピチュ、キノピチとは確かこの砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のはずだぞ。そのキノピチュ遺跡が今はここで眠りについているということか。そうなんだ。ベッドもお布団もないのによくこんなところに眠れますわ。じゃあそのキノピチュさんを起こしてテープを返してもらわなくちゃ。どの道、このままでは手がかりが少なすぎてどうしようもないな。ここはやはり一度ほとりに戻って壁画を調べてみよう。あれ、なんか光ってます。こんなのあったかしら。この模様なんでしょう。よくわかりませんわ。まあ、ホテルに戻りましょう。壁画を見ないとね。あとはなんか特別な部屋があったよね。スイートホームか。スイートルームか。あったけど。あの辺りもどうかだよね。さてさて、いつまでも曲は明るいね。で、弾いたり。ほら、この壁画にも古代文字が書かれているだろう。ああ、これやっぱあの4つ目だね。4つの窓の話、まず回るとき、木のピチュ眠りより目覚めると。
おお、これはまさしく眠りについた。キノピチュ遺跡のことだな。これ周りに4つあるのってもしかしてめ、なんか不気味。はい、ありがとう。そそり立つ大いなるキノコ、その瞳に火を捧げよ。目から何か出てます？この人どこかの誰かさん似てませんか？のっぽさんだね。で、その火が、これか、やっぱ。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。わー、これ、鳥さん？焼き鳥になっちゃいますわ。あ、じゃあその神官っていうのがこれなんだけど、神に会いたくは全ての神官に見守られ、この祈りを捧げよう。祈り？肝心の祈りとやらが書かれてないぞ。って、何のことかしら？こっち。そうか、このドアの向こうにまだ続きがあるようだぞ。そのスイートルームにはあんたとよく似たヒゲで緑の客が泊まってるよ。ヒゲで緑の客、あいつ、いいところいるな。あの緑。いやいや、緑いじりやめろって。街中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。へえ。緑の人って、それってもしかしたら、もしかしなくてもあの人？そうです。あの人です。とにかく街中でその緑の人とやらを探して、ここを開けてもらうことだな。さあ、グリーン野郎。グリーン野郎はどこだ？まあね、前回ちょっとね、それっぽい場所は見たんでね。L のマークがあったからね、あそこ絶対いるだろうな。でも何してるんだろうね、ルイージは。あ、行ってしまった。ここだね。いらっしゃい、遊んでいかない？たったの100コインでゲームに勝てば1万コイン。やる？やる。いいね。ルールは簡単。俺がどんな顔をしているか当てるだけ。絶対当たらないよね。チャンスは3回。それじゃ行くぞ。怒り顔、変な顔、笑い声、泣き声。さあ、4分の1。笑い顔。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。はずれ！いやいやいや、ミリオネアじゃねえか。ネタわかる人いるのかな？はずれだ。残念。チャンスはあと2回。じゃあ行くぞ。やっぱ、笑い、変な顔にしとくか。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。ハズレ！ハズレだ。残念。チャンスあと1回。じゃあ行くぞ。ちけえな。どんどん近くなるっていうね。まあ、変顔笑いじゃんけど、泣き顔で行きますか。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。夜ねー。はずれ！いや、わからんわ。わからんわからん。そんな仮面被ってたら。はずれだよ。残念。さてさて、3回のチャンスで当てられなかった。あんたは罰ゲームとして、暗くて狭いところで残りの人生を過ごしてもらえよ。ああ、なんて残念なんだ。ただ、実はすでにあんたと同じような負けた選客がそこに入ってるんで、特別サービスでもう一度だけチャレンジさせてあげようか。今度は1000コインでやらない。本当にやらないの？ゲームオーバーになっちゃうけど。本当にやらない。あ、そう。じゃあ、バイバイ。え？
ポン。ML。え、兄さん？本当にゲームオーバーじゃん。で、さあ。同じようにっていうここだね。で、1000円払うと。やる。うひょうまいであり、わはは。いやー、儲かっちゃったな。同じくチャンスは3回、それじゃあ行くよ。ちけえな。笑い顔。めっちゃ笑ってたもんね。正解！当たりなんだ。はぁ、なんで笑ってるのか分かったんだよ。1000コインボロ儲けでウハウハしすぎて油断したぜ。もう知らねえ。チキショウ。あれ？ 1 万コインはこれじゃまるでインチキみたいですわ。でもあのゲームは時々で面白かったから、まあいいですけど。こっち1回死んでるからね。なんかある。あそこか。行くんならね。よし。じゃあ。神の手使って。お、こする。ほうほうほう。さあ、ランプをこすると。呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん、やね。さあ、ルイージ登場。兄さん、ありがとう、助かったよ。もしかして、あのゲームで勝ったの？さすが兄さん、すごいや。そう、あんなことより、今度こそピーチ状の鍵を見つけたよ。おほう。スイートルームの鍵。それってやっぱ違うよね。なんとこれ、ホテルのフロントが持ってたんだよ。まさか砂漠のホテルにピーチ城の鍵があったなんてびっくりだよね。ルイージさん、これ。ええー、やっぱ違うの。わかってたんだね。まあ、こういうところは、いいよね。ルイージのいいとこだよね。スイートな鍵って言うから、てっきりピーチ城の鍵だと思っちゃったよ。まあ、高いからね。でも僕はめげないよ。絶対にピーチ城の鍵を見つけるんだ。兄さんたちも頑張って。それじゃ、またね。イエハー、イエハー。ルイージさん、どうしてあそこから出てきたのかしら。ランプの魔人。おかげでスイートルームの鍵が手に入ったぞ。私たちの願いを叶えてくれたな。確かに。さあ、スイートルーム入っちゃいましょう。おう、これが壁の絵の続き。先生、お願いします。よし、どれどれ。ははー、なるほど。やはりこれが祈りを捧げる呪文のようだ。そして上に描かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだと。さらにこの祈りを美しい声としなやかな体で行うべしとある。私たちの中で美しい声、しなやかな体といえば、オリビア君、君がこの呪文と動きをマスターするんだ。私、そんな美しい声だなんて、体だって、そんな、しなかな。でもお祈りしないとか、紙テープが、やります。やるかね。結構、決断早かったね。よし、ではレッスン開始だ。神、おね、ちか、ちから。もっと、もっと心を込めて、言葉の意味を表現するんだ。そうだ、いいぞ。よし、そこで左に回って、違う、そっちは右だ。お、終わった？はは、先生、どうでしょうか。はは、オリビア君、いいぞ。なんか心なしか、オリビアの顔が、しわくちゃになってる気がするんだけど。バッチリ仕上がったな。あとは本番で全てを出すんだ。わかりました。私精一杯頑張ります。
へえ、じゃあ新しいのがこれで聞けるようになるんだね。そうだね、奇妙な呪文だね。お宝ゲッチュー、砂漠の塔、よくできてるね。意外とそこはいけない、いけないね。あ、スイートルームは確かに広いね。よし、じゃあこれで踊りに行きますか。さあやってまいりました。先生、サボテンの中どうでした？暗くて怖かったが泣かなかったぞ。泣くか泣かないかなんだ。よし、じゃあ行きましょう。ではリクエストお願いします。壁画の呪文。何？なんでこんなアイドルっぽくなってるの？大活性やな。おー、なんか出てきた。おー、アラジンみたいだ。これは神に会う儀式が成功したということか。この中に入れば神に会えるのかもしれんぞ。いやん、おっきな口開けちゃって。私の歌と踊りがそんなに良かったのかしら。照れる。嬉しそうだったね。いやー、ボム兵にも聞かせてあげたかったね。よし、じゃあ行こう。いやー、でもあんないきなりアイドル風になると思わなかったな。うわー、暑そう。まあまあ、鳥さんの口の中はなぜか火が燃えてます。ファイヤーです。あ、マリオさん、私火でひらめいちゃった。あの壁画の歌と踊りって確か神に会うためでしたわね。ってことは火を司る神様、つまりここには火神様がいるのかも。知ってた？知ってた？知ってたの？だと思う。でもさ、鳥で火って焼き鳥だよね。火の神と古代人は特に関連性はなさそうだな。それでは私もマリオくんと一緒にここを探索すべき、なんだろうか。私が火傷を負ったりしてマリオくんの足を引っ張るのも不本意ではあるな。あら先生、お疲れみたい。ここは多分マリオさんが何とかしてくれるから、そこでゆっくりしててください。仲間はついてこぬと。おお、やべ、だよね。最後右か。マッチがいた。あー、ボンミスしたな。落ちたね。グダグダや。ありがとう。
お前もう行けよって言わんばかりに諦められた感があるな。あら、なんかすいません。なんかすいません。これで落ちたらどうなるんだろう。はい。もう一回、さすがにこれ以上落ちてもって気はするけどね。さあ、奥へ進みましょう。お、パタパタじゃーん。あー、飛べなかった。飛びコールアタック。そうなると、こうだね。あ、意外とライフ低いんだね。さあ、メット。あ、20ダメでいけるね。さ、ほい、大量のお金ゲット。1コイン。さあ、3000枚。なかなかコインたまんないからね。お、オイルを集めて、どうしたのかな。いていて、あち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 、ほい。あちあちあち、あち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 、意外と熱い、熱い、熱い。痛い痛い痛い、意外と、意外と、この追っかけてくるのが意外と辛い。よーし、2回叩けるんか。よし、さあ、オッケー。お、ありがとう、優しいねー。まあ、特にはこの部屋はなしと。さて、さらに。危なー。よし。くしゃみだね。はい。あんなところにアイテムが。どっち向きかな。おお、おお、いってー。よし、意地でもゲット。あっち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 、熱い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 、はい。ベンチまで熱いですわ。まあ逆に元気にできますけど。いや、今、モロ頭立ったよね。ダメ。うん。距離感難しいな。あれ、もしかしてそのまま進める？試してみよう。なるほど。
そういうギミックだったのね。ほい。ほう。彼は何だったんだ。ジャンプで下まで行ってばらまいて、ゴフィッ不発だったね。ね、よし、さあ到着。なかなかギミックが絡んでくるのは面白いね。さ、ばらまいて、キノコもゲットと。まあ、キノコ大量にあるんで全然使ってもいいんだけどね。また君たちか。しかも結構数が多い。ほい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 、倒し方さえ覚えてしまえばね。お、どうしたどうした、様子が変だぞ。あ、一気に来る感じ？こら！よし！勝手に回り回って倒れちゃったね。強いのか弱いのかよくわからん相手だね。さあ次行きましょう。おーおーおーおお。よし。あ、しかも倒せるんだ。マジか。あら、意外と。どうだい？通る。あ、スカスカ。もう全部埋めてしまったんだね、今ので。さあ、ファイヤーブロス。ファイヤーブロス強かったんだよね。で、ちょっとね、使いたいアイテムがあって、アイスフラワー。炎には氷だね。お、青いね。いいダメージ。あとは、使ったことないのはキラ系か。まあでも、使うまではないね。いいダメージ700コイン。やっぱ戦わないとコインもらえないね。おお、ぐるっと回ってか。さて、よし、先生、オッケー。
こういうことか。ねえ、そうなるとアイス、これがね、いまいちタイミングがね難しくてね。ああ、貫通するのか。じゃあねえ、もう使おう。アイス食べたーい。2回エクセレントを出せるのね。さてと、これで OK。 はい、じゃあジャンプ。まあ、ファイヤーブロスさえどうにかしてしまえばって感じだね。さあ、ファイヤーフラワーゲット。お宝も全部ゲットだね。さあ、このまま行くと、おっ、びっくりしたー。おう、おう、いてそんな感じね。あれは倒れるのちょっと躊躇するのか。ダダダダダダン。あー、なるほど。ま、なんだかんだ言ってる間に、そろそろボスかな？そうだね、ボスっぽいね。めちゃくちゃオイルが飛んでるけどな。石油か。やばそうだな。マリオさん、今の声って。切ったー。ほうか。フェニックス、火の鳥かな、どっちかっていうとね。おお、かっけえ。てか、ファイヤーじゃん。見た目ほとんどファイヤーだよ。おお、かっけえなー。ひがみ様ですわ。心も体も燃えてますのね。メラメラですわ。でもやっぱり折り紙にされちゃってます。お願いし、お願い静まって。まあそれで静まったらね、楽ちんなんだけど。いやー、すごいなー、これも。すごい、大きな翼で飛んでますわ。さすが神様ですわ。そして燃えてます。ひがみ様がとっても燃えてますわ。さて、どうしましょう。そうなんだよね。とりあえず、とりあえず何が発動するかなんだよね。一旦これでいこう。燃えてるヒガメ様には神の手も効かないアイアンブーツで攻撃しよう。燃えてる時はダメなんだ。じゃあアイアンブーツ、炎も OK なんだね。あら、ヒガメ様の羽が取れると体力も減るみたい。ほんとだ、落ちてる。羽がなくなるとガリガリになっちゃうのかしら。鳥って大変ですわね。確かに。やっぱダメージ。おお、あれ絶対ダメージ受けるよね。
ううルート注意報。ううか。地面の灰が燃えてます。下で。さあアイアンブーツ。さあさらに羽が飛ぶ。ファイアボールでフェザーストーン。いやーさらに散らばったねー。ファンファンファン、ルート警報ルート警報。もやもやの羽がいっぱいすぎて早く消さないとルートどころじゃなくないですか。確かに。そのルートはどう消すの。やってみるか。ダメージ受けそうな気がするんだけど。8、やっぱダメージだね。あ、なんか出た。水神様出たね。多分発動しても使えないと思うから、宝箱ってそういう効果もやっぱあるんだね。さあフェザーストーン。じゃあ一旦水をっていうところだね。水神様を、もうまっすぐ。さあ地面に欲しいパネルがなければ宝箱開けてみよう。敵がパネルを隠しているぞ。そういうことね。さあマリオのアクション、神の力。さあ水神様久しぶりだね。おー、綺麗に鎮火。これは動けないね。羽ピンタ16。なるほど、火にはやはりお水ですわね。火神様も燃えてません。今なら触っても熱くないかしらと。でしょ、火って火薬取って降りて、でこうでいいか、単純にね。次はもし火が出たら宝箱取ってっていうルートだね。さあ神の手、どんくらい削れるかな。どん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 、1か。おお、火がついたね。おお、戻った戻った。嘘、復活しちゃいました。神の手で叩くタイミングが良くなかったのかしら。マジで、叩くタイミングか。そうきちゃうか。まあ開けて、まあこうだよね。
アイアンブーツが壊れたと。ダメージたっけーなー。さてまだいっかなー。で、コーギーて、ちょっとミスった気がするな。髪の手は使い時を気をつけろと。一気に倒しきれないとひがみは怒って復活してしまう。いて、やっぱそういうことか。あら、ダメージ1だったもんね。矢印をつなげろと。よし、これでさあ回復。神の力でもう一回水神様だね。さあこれでダメージは何が通るかな。で、降りて宝箱開けて右行って叩いた方が賢明かな。さあさらに危ない危ない危ない。降りて OK。 どうしよっかな。キライアンで行こっかな。意外とハンマーで良かったかもしれないね。羽ビンタ、あ、まだいけるのか。右いや右左だね。であギリハンマーで叩けるかなっていう感じかな。さあコイン出した。ヒント、あしくったねー。で、蘇ると。で、この状態だと回復しないのか。あー、なるほど。ぐるーっと回って、降りてくる。よし、コインだけ取る。で、これに2つ分だね。16、8。あー結構ダメージ入ったね。次ハンマーぶつけてみよっか。アイスフラワーあったら結構ダメージ稼げそうだね。アネビンタ、チャンスは2ターン。降りて
まあそうだね、そのままでいいか。さあ回復、スイッチ押して攻撃。キラハまで叩いちゃおう。に、あってなるとジャンプか。ジャンプが有効だね。2回の これでどうかな。キラと、もう壊れそうなんだよね。さあもう一回、まだだね。さあこれで多分回復する。さてこのターン、水神様を、痛いね、火がね。あ、一つ上か。いや、キラキノコにしとこう。ダメージ一発高いというか、足場がきついね。うわー、もうほとんど羽だらけ。でいいかな。さ、神の力で次は神の手だね。次はスイッチ、離れるとファイヤーボールか。で踏む。で ギリギリまで削るまで削ってだね。キラブーツ2回、お、ギリいけるんじゃないか。次はよし、次神の手で仕留めよう。しかもゼロダメだったしね。最後に残った頭の羽だけ全然取れませんわ。マジか。さすが神様、髪型バッチリキメキメですわね。きっと抜け毛も気にしてそう。抜け毛ね。でもこのままじゃあ丸裸にはできませんわ。何かいい手はないかしら。お？嫌な予感がしますわ。何、手を何か手を打たないとよろしくないかもですわ。手ね。ってなるとやっぱり
こう。いうことだよね。叩けるだけ叩いてみますか。燃えてないからね。さあ、神の手発動。どう？はい、むしる、むしる。まさかのむしる。めちゃくちゃ最後かわいそうじゃん。さあ、クリアボーナス2550と。あー、ハゲ取りに。出ました、ひがみ様の書。さあ、これで火を扱えるようになったね。うわー、これはすごいですわね。とっても複雑。とにかく羽のところなんて山折りと谷折りが入り組んでややこしそう。ふう、なんとかひがみ様の折り方マスターできたと思います。うまく折れるかしら、ドキドキですわ。じゃあ神の力。おお、すげえ。あ、優しい鳥さんの目やね。マリオさん、とってもドキドキしてます。この気持ちもう止められないかも。私のハートは燃えてますわ。でどうなるの。おー、さらに燃やして、おお、まさかの火を操った感じか。めっちゃ可愛いじゃん。ハートの熱いものを全部吐き出したら火が出ちゃいました。あら、鳥さんたちも私に釣られて燃えちゃったみたい。いやー、強かった。てか復活するのは意外だったね。途中不死鳥という感じかな。さあ、これはどこにつながるかな。おお、お尻から火が。マリオくんたち、ずいぶん遅いな。ドーン、ガーン、よし。惜しかったな。先生、ただいま。意外なところから戻ってきた。しかし、無事で何よりだ。じゃあ先生、お待たせ。私はここで待とう。もう行かないの？先生、ひがみ様に会えました。私のハートも燃えちゃったの。まだドキドキしてますわ。そうか、厳しいレッスンに耐えて呪文をマスターした甲斐があったな。その力きっと何か役に立つだろう。よくやった、オリビア君。まあ、役に立たなかったらね。こんな頑張らんよね。ちょっとセーブだけしたいね。あそこまで、あそこまで行きたい。いやー、でももう神様も三つ目か。中盤戦という感じだね。ぶつか乗るよ。でももうちょいだから、もうちょいだから待って。いやー、にしてもね、結構戦闘も凝ってき始めたね。ほい、セーブ中。はい。ということで、今回ここまでとなります。まあ、残りの謎解きをして、次回、そうね、黄色のテープクリアまでいけるといいなと思いますんで、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。
ほんじゃ、またな。